皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。今日は11月中旬です。前回の動画を撮影してから2週間ほど経ったところです。撮影を行った2日間の日中の天気はともに晴れでした。気温は最高気温の平均は13度にまで上がりましたが、最低気温の平均はマイナス5度にまで下がりました。1日の中での寒暖差が大きい2日間でした。早朝にはご覧のように霜が降りました。枯れた花が文字通り霜の花を咲かせています。北国の秋は駆け足で過ぎ、冬が間近に迫っています。ところで社会性昆虫であるミツバチと付き合っていると、彼らが他者と関わるときに見せる仕草の中にある種の精神性を認めたくなるときがしばしばあります。ここで他者との関係というのは、ミツバチ同士の関係はもちろんですけれども、ミツバチと人間との関係にまで範囲が及ぶことがあります。ここで今回は撮影日にたまたま起こったミツバチの精神性が垣間見えたエピソードについてお話しします。どうぞ最後までゆっくりとご覧ください。まず私たちにとっての残念な報告から始まります。早朝に一つの巣箱を点検している時のことでした。なお、巣箱は夜間に氷点下5度にまで気温が下がりましたので、保温のために麻袋に包んでいます。また前回の動画で紹介しましたように、巣箱は1ヶ月間かけてゆっくりと越冬場に向けて移動している最中なので、台車に積んでいます。なんとこの巣の女王蜂が巣門の前の地面の上で死んでいるのが見つかりました。これはこの養蜂場にとっては大変にショッキングな出来事です。というのも、以前からお話ししておりますように、今年はダニの被害が尋常ではなく、そのため越冬にまでこぎつけることができそうな群はすでに非常に少なくなっていたからです。ここでさらに1群減るのは大きな痛手なのです。しかしもはやどうしようもありません。越冬まで2週間足らずのこの時点で新たな女王蜂を作り出すのは無理です。また仮に女王蜂が生み出されたとしても、交尾飛行の相手となるオス蜂はもうどこにもいません。そこでこの養蜂場が採用した方法は、女王蜂がいなくなった群の働き蜂を別の女王蜂が健在なすぐそばの群へと合同させるというものでした。キューバの即席の合同でしたが、幸いにも合同した2つの群の間で争いは起こらず、合同は成功したようです。女王蜂の亡骸は地面から拾い上げられて、でさらに巣箱から1メートルほど離れた台の上に置かれました。これはその時の女王蜂です。するとその時です、1頭の働き蜂が飛んでやってきて女王蜂に寄り添い始めました。いや、1頭だけではありません。さらに1分ほどしてもう1頭の働き蜂が飛んできて、都合2頭の働き蜂が女王蜂の亡骸に寄り添い始めたのです。それから長い時間が経ちましたが、死んだ女王蜂は言うに及ばず、飛んできた2頭の働き蜂も全く動かなくなりました。翌日の朝に行ってみたら、2頭の働き蜂も女王蜂と一緒に息を引き取っていました。これがその3頭です。死んでから1日以上経った時点で撮った写真なので申し訳ありませんが、
死体の鮮度が落ちています。死んだ2頭の働き蜂は夜間の冷気に当たって死んだのでしょう。彼女たちは合同軍の暖かい巣箱の中に入ることを拒否して、女王蜂のそばで死ぬことを選んだのです。2頭の働き蜂はまるで女王蜂と共に殉死したように見えます。ところで私は以前に、ミツバチの社会は非常なまでに合理的で、その唯一絶対の目的はコロニーの維持発展にあると言ったことがあります。ミツバチ社会に対するこうした見方は今も変わってはいません。そうした場合に、今回の働き蜂の殉死には一体どのような意味があるのでしょうか。そもそもこのコロニーは絶望的な状況に追い込まれています。女王蜂は死にました。残された働き蜂が変性オーダイを作って女王蜂をこしらえようにも、産卵が行われていなかったので、女王蜂にできそうな若い幼虫が巣の中にはいません。最後の手段は、働き蜂が産卵を行って、オス蜂を作り出すという方法です。そのオス蜂が、他の巣の女王蜂と交尾することに成功すれば、このコロニーの DNA は維持されることになります。しかし、今の場合は、こうした望みもありません。働き蜂が今すぐに産卵を始めても、羽化までに24日間もかかるオス蜂の誕生は越冬開始の頃になります。仮にうまく羽化できたとしても、その頃には交尾の相手になる女王蜂はもういないでしょう。また、越冬の時にはオス蜂は巣から追い出されてしまうので、交尾を翌年の春に持ち越すこともできません。こうしてこのコロニーは八方塞がりのように見えます。可能性は低いですけれども、まだ遺伝子を残す方法がありました。それは残っている働き蜂が他の群に合同して、そこで越冬し、そして合同した群で翌年の働き蜂産卵のチャンスを待つというものです。そしてこれは今回まさに行われていることです。合同して越冬するというところまではこの筋書き通りです。ただし、来春の同胞産卵はもちろん約束されてはいません。言うまでもなく、これは偶然にこのようにことが運んでいるということだと思います。なぜならば、法群を合同させたのは人間であり、そこに人間の意志が介在しているからです。人間のやることまでをも織り込みながら、コロニーの生き残り戦略が存在していると考えるのは、いくらなんでも考えすぎでしょう。たまたま人間をも巻き込みながら、生き残りのためのわずかな可能性が追求される形に偶然になっているということなのだと思います。ただ、気になることが2つあります。1つは女王蜂の死に方です。彼女は巣門の前の非常に目立つ場所で死んでいました。この時期には寒いのでもう内見を行っていません。ですから、こういう死に方をしていなければ、私たちは女王蜂の死にもしかしたら気がつかなかったかもしれません。その場合には合同も行われなかったでしょう。それと、もう一つ気になるのは先ほどの殉死です。殉死者の存在が女王蜂の死に方の特別な意義を際立たせてくれました。つまり、女王蜂の死に方と、このコロニーの生き残り戦略との間の関連性に関する私たちの空想を引き出してくれたのです。
このコロニーの生き残り戦略を人間が認識していることは、蜂にとっても意味があることでしょう。というのも、この戦略の仕上げである来春の同胞産卵では、また人間の手助けが必要になるかもしれないからです。この群は、昨年の夏に自然界から捕獲した不思議な群でした。私たちが野良蜂と呼んでいた群です。この群が今、天に召されようとしているのですが、その幕切れも謎に満ちた不思議なものでした。はい、今回は社会性昆虫であるミツバチの行動に精神性が感じられる場面があるというお話を、ある群の女王蜂の死と絡めて行いました。いかがでしたでしょうか。もしもよろしければ登録高評価で応援していただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう。さようなら。